1> 6 1 8九1 9 2 9年の広告6 1 0八プは2008年まで無糖症製薬が販売していた入浴剤である。一般用医薬品として指定されていたため薬局、ドラッグストアでしか販売されていなかった。公安者の初代、無藤症八郎から610英語のハッピーから8プを取り、この2つを合わせ6 1八プという名称にした。 なお、この入浴剤の瓶に貼られている用紙には、610、ハッピーと記載され、英語のハッピーには出来事、事件、運命、偶然という意味がある。類似品に、草津温泉、八プ湯の花がある。旧日本軍の衛生兵であった、武藤昭八郎が考案し、1927年に発売された。同製品は洋成分と仕事の赤っぽい色の、 液体がお湯に溶かすことで白濁するとともに、湯黄臭が広がり、あたかも流行線に入っているような気分にさせてくれる。他には、銀の指輪などの送信部や、銅板のイブシ加工再処理にも用いられた。湯が白濁することを利用して、一昔前の映画や、テレビドラマの女優の入浴シーンでもよく使われていた。白濁が強く透けて見えないことと美肌効果があることで、 女優陣には好評で、撮影で使って、気に入ってプライベートでも使うようになった女優も多かったという。しかし、2007年頃から、硫化水素ガスを発生させることによる自殺への使用が多発したため社会問題となり、2008年4月に販売自粛の措置が講じられた。同年7月末で自粛要請は解除されたものの、 販売の見通しが立たなくなってきたことや、後継者不足等の社内事情も重なり、同年10月末で生産工場が創業を停止した。なお、618分の容量は 1kg よび 440g の2種類が存在していた。入浴、汗も、湿疹、水虫、ニキビ、ただれ、赤切れ、下焼け、荒れ症、海鮮、陰菌、田、虫。 冷え症、神経痛、自、リューマチ、腰痛、肩のこり、内身、疲労回復、30003号の冷え症、くじき、ひび塗布、水虫、たむし、陰菌、湿布、神経痛、リューマチ用 202.5g、生石灰 67.5g、カゼイン 0.12g、硫化カ,カリウム 0.15g を浄水 729.73g に加熱溶解し、 常温の比重を、亡命約30度に濃縮し、ろ過したもの。アルクエイジローオンザウェブハットエビー、約役618ぷ口惜しい膜、硫化水素自殺に悪用で、勇敢富士。2013年9月26日閲覧。ありがとうございます。